わざわざ出向いてもらう形になってすまない。ご両人に内密に頼みたいことがあってね。気になさることはありません。ですが、内密な話とはどういうことです？ここ最近のイシュガルドは国家元首である教皇が不在なこともあり、不安定な情勢にある。現在は教皇崩御時の対応を記した聖教法にのっとり、神殿騎士団総長である私が職務を代行しているものの、これも暫定的な措置に過ぎない。通常であれば直ちに次期教皇選定のために選挙権を持つ高位聖職者と名門貴族が集まるのだが、私が公表した一連の真実によって聖教の権威が揺らぎ、選定会議開催どころではなくなっているのだ。千年にわたる偽りの歴史、そして教皇が企てた蛮神による恒久平和の実現計画、よく思い切って公表に踏み切りましたね。無論悩みはしたさ。だがすでに噂も立ち始めていたし、何より多くの市民が竜の背に乗り凱旋する君の姿を目撃していた。教皇不在の理由を説明しなければならない以上、下手に隠して誤った情報が流布したり、誰かに真実が利用されることがあってはならない。ある程度のリスクを覚悟してでも包み隠さず公表すべきと思ったまでだ。だが真実は多くの者を動揺させ、想像以上の混乱を招いた。それに教皇、父の計画を止めるためとはいえ、乱暴に事を運んだことによる内部の反発もある。いつ暴動が起きてもおかしくない状況か。事実、聖職者に対する嫌がらせなどきな臭い事件が散発的に起こっている。ヒルダたち雲霧街出身者が自警団を結成し見回りを強化してくれているおかげで、今のところ大事には至っていないが、それもいつまで持つか。コートが不安定ながらも平穏であるうちに粒子戦争の完全なる終結を実現したい。そのために再び君たちの力を借りたいのだ。私としてもできることがあるのであれば惜しまず協力したいと考えていますが、一体何を？私と共に高知ドラバニアへと赴いてもらいたい。かの地に住まうという青龍の眷属たちを紹介してほしいのだ。青龍の眷属、ビゾー・ブギルギ。彼らをコートに招き、人と竜との交流の再開を宣言した。ルキアにはそのための特使となってもらう。彼女が交渉できるよう仲介を頼みたい。竜との接点を持っていた氷の巫女イゼル亡き今、それができるのは君たちだけなのだ。
ありがとう。君たちの献身的な協力に感謝する。それではルキア、あとは任せたぞ。英雄の凱旋から間もなく、公表された真実によって民は混乱の渦中にあった。千年の長きにわたり語り継がれてきた歴史と信仰、それが欺瞞に満ちたものであったと明らかになったためである。信じるべき心の拠り所を失った人々は、ある者は恐れ、ある者は嘆き、ある者は怒り狂った。それでもこのコートには正しき道を歩もうと、戦いの輪廻から脱し、融和を実現しようとする者たちがいた。人と竜との新たな時代、蒼天の未来を信じて。だがコートの外には未だ大いなる脅威が存在していた。青の竜騎士の肉体を奪った蛇竜の影が、虎視眈々と復讐の機会を狙っていたのだ。和を望む者あれば戦を望む者もあり、それは人も竜も変わらぬことだと我々は後に知ることになる。
ごめんなさい。お待たせしてしまったみたいね。大丈夫よ。私たちも先ほど合流したところだから。こちらが北洋のシャーレアン本国からやってきた頼もしい助っ人、クルル城よ。ご紹介に預かりました、クルルです。はじめまして。あなたが光の戦士さんね。うん、確かに強い力を持っているみたい。それからお久しぶりね、アルフィノ君。ちょっと見ない間に背が伸びたんじゃない？彼女はシャーレアン魔法大学時代の先輩でね、在学中に世話になったんだ。確かにいっぱいお世話してあげたよね。若干11歳にして難関の魔法大学への入学を許された天才少年、アルフィノ・ルベユール君。この子ったら初対面の先輩たちになんて自己紹介したと思う？やめてくれ。あらあら、そんな頼み方でいいのかな？思い出話はここまでにして本題に入りませんか？お願いしますよ、クルルさん。エオルゼアに来てから少しは処世術ってものを勉強したみたいね。それじゃあ今後お姉さんには敬意を持って接するように。さて、アルフィノ君で遊ぶのはこれくらいにしないと。私が来たのはミンフィリアたち暁の皆さんを捜索するためなんだから。その口ぶりからすると何か手がかりを持っているの？手がかりというよりも手法かしら。大体の事情はタタルさんから聞いているんだけど、私の力で探し出せそうな人がいるのよ。エンシェントテレポで脱出したまま行方がわからないサンクレットさん、彼の痕跡ならたどることができると思うわ。それは本当ですか？ええ、魔刀野郎が持つ水晶の目を借りることができればだけど。どうやら詳しい話は魔刀野を交えて聞いた方が良さそうね。みんなで魔刀野の洞窟に向かいましょう。
ゾロゾロとよくもまあ。また厄介事を持ってきたのかい。若者の相談に乗るのが老人の生きがいというものでしょ。余生の楽しみを持ってきてあげたと言ってほしいわね。口も減らなきゃ可愛げもないと来たもんだ。やれやれ、嫌でも聞かせるつもりならさっさと用件を追いよ。お初にお目にかかります、マトーヤ様。シャーレン本国のバルデシオン委員会からやってまいりました、クルルと申します。バルデシオン、確かあのジジイの研究室があった島は。はい、バル島は消滅してしまいました。アルテマ級の魔法攻撃によって、文字通り跡形もなく。私が生き残ったのは光の加護のおかげです。光の加護だって、まさかクルルさんも。ええ、私も超える力を持っているわ。バルデシオン委員会はこの星のありようを研究していたの。その一環として星の意志とそれに接触しうる超える力について調べていた。私はその被験者の一人というわけ。ミンフィリアと知り合い友人になることができたのも同じ能力の持ち主だったからよ。そんな背景があったとは知らなかったよ。ごめんなさいね、隠すつもりはなかったけれど、一応機密だったから。それでこの年寄りに何をさせようって言うんだい。私は委員会の仲間を失いました。だからこそミンフィリアや暁の賢人だけは何としても助けたいのです。マトーヤ様、あなたが持つ水晶の目を、いえ、いにしえの光のクリスタルをお借りできないでしょうか。存在だけではなく正体までお見通しとはね。少しお待ち。マトーヤが占いに使うクリスタル、通称水晶の目。確かにその輝きには不思議な力があると思っていたけど、これが光のクリスタルですって。超える力を持つ光の戦士のような存在は過去霊災の度に現れ、大きな働きを成してきた。そしてハイデリンはそれぞれの時代の英雄たちにその力の一部を光のクリスタルという形で分け与えていたの。これはそんな古の英雄が残した遺物、ハイデリンの力が弱まる前に分かたれた力であるがゆえに、現代の光のクリスタルよりはるかに強い力を秘めている。これほどの純度のクリスタルは世界広しといえどそう多くはないだろうね。魔法の結節点としての価値は計り知れないくらいさ。
私には言葉の壁を越える力が強く発現しました。動物と会話できるなんて言われるほどに。これは言い換えれば意志を感じ取る力が強いということ。つまりこの力を水晶の目を通して発現させれば、地脈を漂う意志の痕跡、サンクレットさんが向かった先がわかるかもしれません。いまだにそやつの行方が見つかっていない以上、断る理由はないようだね。この場から持ち出さないのであれば自由にお使い。ありがとうございます、マトーヤ様。それでは早速。奥への森を抜けた意志の痕跡は北西に向かい、巨大な輝きの麓で消えました。そこにあるのは霊峰ソームアル。サンクレットさんは運よく地上に出たようです。コーチドラバニアか。よし、テイルフェザーに向かい捜索を開始しよう。彼の目撃情報がないか聞き込みをするんだ。
塚の内部で戦闘だと。まさかサンクレットが。急ごう。貴様たちアシエンを倒し、歪められてきた歴史を俺たちの手に取り戻す。英雄気取り目、愚かなこと。それで世界が救えると本気で信じているのか。やってやるさ。俺たち必ず救ってみせる。なるほど、お前がこの世界の英雄ってわけか。それにしちゃ蛮神への対応が遅すぎやしないか。獲物は先にいただいちまったぜ。感じたことのないエーテルね。テンパードにされているような感じはしないけれど。武神ラーバナと戦っていたようだが、君たちは何者だ。試してみるか。ちょっとした挨拶のつもりだったが邪魔が入ったか。
光の戦士よ、覚えておくがいい。我々は闇の戦士、お前とは異なる道を歩む者だ。いずれまた会うことになるだろう。闇の戦士、何者なの？サンクレッド、無事で。話したいことはいろいろあるが、ひとまずこの場を離れよう。グナス族の兵たちが戻ってくる前にな。やれやれ、とんだ再会になったものね。無事で何よりだったけれど、今までどこで何をしていたのかしら。それはこっちのセリフさ。地下水道で戦っていたと思ったら、突然光に包まれて、気づいた時には見知らぬ土地と来たもんだ。エンシェントテレポによる転移が行われたと理解するまでしばらく時間がかかったよ。助けてくれてありがとうな、ヤシトラ。サンクレット、そこからは生きるために必死さ。なんせ素っ裸だったからな。削った黒曜石をナイフ代わりに、魔物を仕留めて肉と皮を手に入れる、まさにサバイバル生活。どうにか人里を見つけようとさまよった挙句出会ったのが、バスの塚のグナース族だったというわけだ。なるほど、ストーリーテラーが言っていた獣の皮をまとった男とは、やはり君のことだったのか。あまりにひどい格好だったもんで、彼らと取引して人の服を用立ててもらってね。そんな中、グナース族から彼らの蛮神の話を聞いたんだ。何でも神狩りを成した人の勇者がいたというじゃないか。蛮神の動きを追えば、いずれ暁のものに出会う。そう考えてグナースの塚の周辺を探っていたのね。ご名答。ま、あんな連中と出くわすとは思っていなかったかな。闇の戦士と名乗っていたが、光の戦士に対する皮肉だとでも。少しだけ彼らの過去を垣間見たのだけれど、黒衣をまとった者と戦っていたわ。あれはアシエンだったと思う。
過去にアシエンと戦い、武神ラーバナを圧倒する者たち。彼らもまた、超える力の持ち主だというのか。光の戦士たちが懐かしき仲間との再会を果たしていた頃、コートでは一つの事件が起きていた。神殿騎士団総長アイメリク卿が
暴漢に襲われたのである。神聖なるコートで起きた流血沙汰は人々を震撼させた。くすぶり続けていた火が炎となり燃え広がりつつあることを多くの民が実感したのである。